最近理科とか社会、よく暗記科目と言われるこの2科目がね、なかなか伸びない、伸び悩んでいるっていう相談を多くいただいてます。なので今回は社会にちょっとスポットライトを当ててですね、スポットライト、スポットを当てて、勉強のやり方、成績の伸ばし方っていうのを話していこうと思いますので、もしね、社会で悩んでる方はぜひね、最後までご覧ください。改めましてどうもハイチです。冒頭でも話したように、今回社会について話していくわけなんですが、まず社会の特徴として、みんなね、気づいてるように暗記科目なわけですよ。ただ暗記科目なんですけど、言葉を暗記しただけだととにかく伸びないんだよね。個人的には言葉を暗記して伸びやすいのは理科の方です。理科の方がまだ伸ばしやすい。でも社会はなかなかそうもいかないんですよね。じゃあどう伸ばすかっていうと、これ2つのセットがあって、まず言葉の暗記は必要です。暗記をする、暗記をしてから実践で問題を解くんです。これはワークだろうが過去問だろうが何でもいいです。とにかく問題を解くっていう、これがワンセットにならないと成績がまず伸びません。例えばですけど、じゃあ織田信長っていう有名な方いらっしゃいますよね。織田信長っていう名前を覚えました。じゃあ覚えたところで、この織田信長がどういう問題の出され方をするのかっていうところまでリンクしておかないと、織田信長っていうカードは持ってるんだけど、どこで使えばいいのかわからない。つまりそれで得点が伸びないんですよね。だからまず大前提としては暗記をする。まず暗記が先です。暗記を頑張ってした後に問題をとにかく解くっていう、これがワンセットになっていればある程度伸びることができます。ただもう11月です。なかなか時間もね、なくなってきて、みんなは社会だけをやればいいわけじゃないしね、いろんな科目をやらなきゃいけない、どうしようどうしよう、効率よくやりたいっていう話になるわけじゃないですか。その時に意識してほしいのが、キーワードをつなげるっていうこの意識です。ここで一問ちょっと問題を出します。次の「あ」から「え」のうち、鉱毒の被害を受けた住民とともに足尾銅山の操業停止や被害者の救済を訴えた栃木県選出の衆議院議員は誰か、1つ選び記号丸で答えなさい。「あ」が原敬、「い」が井上馨、「う」が板垣退助、「え」が田中正造。さあどれ、皆さん分かりましたか？正解は「え」の田中正造です。みんなが実際にワークとか過去問やっている時に、こうやって問題を解いていきますよね。で、基本的には合ってる、間違っている、正解した、不正解だっていうところで判断をして、例えばこれをじゃあ板垣退助とか井上馨で間違ってしまった人は、あ、田中正造なんか覚えておかなきゃで終わってしまうと思うんですけど、もちろんそれも大事です。で、その時になんで田中正造って気づけるのかっていうキーワードを意識するっていう、まず1個思っておいてください。例えば今回の問題で言うんだったら、もう足尾銅山ですよね。足尾銅山の鉱毒事件って言ったら、もう田中正造なんですよ。もうワンセットなんです、ここに関しては。こんな感じでキーワードでつなげておく、これは絶対にやってください。ただもう一歩先、もう一個上の段階の勉強方法があって、今回原敬、井上馨、あとが板垣退助ありましたよね。さあこの3人教科書にも載ってます。割と太字です。特に板垣退助なんて超有名だからね。さあこの3人は何をした人でしょうっていうところまで思考を持っていけるといいんです。せっかくこの動画ね、見ていただいたので、ちょっと簡単に出しましょう。まず原敬です。原敬は立憲政友会っていう会のトップだった人で、1919年に選挙法を改正して、納税額、もともと10円以上じゃなきゃダメだったのを3円以上に下げてくれた、そういう人です。でこの方は大正時代の人、いいかい、大正時代の人です、原敬に関してはね。そして井上馨、板垣退助に関しては明治時代の人です。時代が違うのね、まずね。で板垣退助はやったことが多いんですけど、もう新政府、明治政府ができた時の最初のメンバー、もういろんなことをしてます。よかったら調べてください。そして井上馨に関してはあとね、1883年ぐらいかな、欧化政策って言って、あの頃不平等条約に悩んでたんですよ、日本は。それを不平等条約を解消するというかね、その改正を目指すために頑張ってたんだけど、ちょっとうまくいかなくてね。だからそういうことをやってた人なんだっていうのを、そこまで調べることができれば、この3人は他の問題として出題される可能性も多くあるわけです。じゃあ原敬が総裁をやってた会は何の会ですかみたいな、ざっくりな質問でごめんね。立憲政友会とか、1919年に何をしましたか、選挙法を改正して納税額を変えましたみたいなことも言えるわけよ。吸収しようと思ったら、一つの問題からこれだけのことを吸収できます。
ただ調べらんねえよって思う方いると思うんですけど、例えばね、これちょっと古い教科書なんでごめんなさい、歴史の教科書反射してるけどね、歴史の教科書がありますと、おそらくみんなが使ってる歴史の教科書一番最後の方のページに索引があります。調べられます。こうやって見えないで、出来事、事件の名前とか出来事の名前の辞書っていうか調べるものと人の名前で調べるページもおそらくあるはずです。だから今回自分はこれで原敬とか井上薫っていうのを調べて、そのページをめくって、あ、こんなことをしてたんだって教科書に載ってることだけピックアップしてさっき喋りました。それぐらい調べることって簡単なのね。あと言ってしまえばさ、ネットでも調べられるもん、井上薫って言ったら。ただウィキペディアとか飛んじゃうとめちゃくちゃいっぱい書いてあるから、どれが大事かわからないんでね。だからおそらく教科書で調べた方が早いかなと思います。ただですね、こんなこといちいちやってたら時間なたんねえよって思うと思うんですよ。過去問とかやってても全部やってたらさ、何問もやって30問ぐらいあるでしょ、3、40問あるか問題としたら。ただ今回この問題をピックアップしましたけど、全部が全部こんなにいろんなことを調べられる問題じゃないわけです。例えばこの問題、実は今出した問題は実際の過去問なんですけど、この次って足尾銅山の鉱毒事件が起こった場所を地図に載ってる記号から選べなさいってあるんですよ。でもその問題って足尾銅山がこの場所にあるんだってこのリンクしかないから、別に他に調べることなんてないでしょ。もしかしたら地図が問題に書いてあって、ここで何年に起こった事件の内容を書きなさい、足尾銅山の鉱毒事件ってね、書くかもしれないけど、問題によっては別に調べることなんてないんだよ。さらっとすぐこともあるから。ただこういう今回みたいに調べることがある問題でもう一歩踏み込んで調べて自分の知識をつなげていこうって、キーワードでリンクを貼るの。原敬は立憲政友会で1919年に選挙法を改正したんだとかね、そう言ってリンクをしていくことによって、最初は地道です、全然伸びてる気がしないかもしれない、いろんな問題解いてる方がさ、うわ勉強したって気になるんだけど、問題を解いて知識が残んなかったら何も伸びてないからね。今みんなが勉強できるかできないかの判断をしてるだけだから、問題解いてるの。そっから何を吸収するかのがよっぽど大事なので、そこにちょっとね、もし自分が喋ったことと違う方向を向いてる方は、あ、こういう、なんだろう、考え方もあるんだっていうところを思って、ぜひねこれからもう数ヶ月勉強してもらえたらと思います。